ト、シャイルド、アウト、どうぞ、やった、ラジオは、はい。さあ今日はですね、皆さん何時に帰れるかわかんないです、この撮影。マジかよ。まあね、今 TikTok とか YouTube ショートでいろんなクリエイターさんがやってるコーラメントスチャレンジ知ってます？え、部屋に早食いってこと？違うな、もう話聞かなさすぎだろ。知ってます？コーラメントスチャレンジ知ってるよ。それそうそう、コーラメントさ、お前何を作ってるの？もうで、そのコーラメントスチャレンジっていうのがこうやって机の上にコーラ置きます。はい、ちょっと言っていい？メントスコーラチャレンジじゃん。別にどっちでもいい。あ、いいかも。メントスコーラチャレンジで、こっからメントスを投げて見事コーラの中にメントスが入ったら成功です。で、溢れ出てくるんで、溢れ出てきたコーラは自ら口でキャッチしに行って。あ、ります、ね、で、今時間がお昼の3時です。はい、みんな早く帰りたいよね。はい、帰りたいな。なので今日は入れた人から帰れます。おー、帰れー。俺もこれ簡単だと思ってるから。いや、お前スイギーさんがショートで上げちゃってんけど、6時間、7時間とか、どこまでかかるか分かんないよ、これ。日曜はマジで仮に一発で入ったとしても帰るの？いや、もうそれルール上だ。もう帰るから、マジで2分で入ったとしても帰ります。ちなみに、ザカオさん2分で言ってました。あ、そうや、そうや、そういうこと。今日はザカオさんになるという。今日はザカ、ザカって、ザカ、ザカに、ザカに。でも、メイト様で大量に買ってきたんで、うーわ、今日は個人戦で戦っていきたいと思います。じゃあ準備の方大丈夫でも、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ぐちゃぐちゃ。ということで、帰ったら即帰宅できるメントスコーラチャレンジやっていくぞ。やるぞ。やるぞ。マガジンです。おーい、マガジンだ。じゃあ開けますよ。じゃあ今が3時16分です。はい、動画上げる時間までには終わらせましょう。そうね、時間から。順番どうします？こうからいく？こっちからじゃあこうやっていく。こうから順番に。ではいきます、レディーファイト。じゃあいきます。まあ、どんどん論外やん。うわー、いいところだ。おー、あぶねあぶね。あー、やっぱ当たると距離感で掴みやすいよね。そうです、そうです。うわー、ははははははは、むずいよな。あ、じゃあそれ今確認してる、確認してる。斜めむずいよ、斜めむずいよ、斜めむずいよ。うわメント作って集中力高めます。うわっ、そんな驚くない。あっ、もっちゃんと火が出て、バラ変わって白と白で入ったのが見にくくなってる。やべえ、軌道修正せんだな。くっそー、ほんまや。カメラの都合上、うわっ、これ軌道修正か。やべえ、二人とも角度おかしくなってるわ。ケイスケ惜しかったから、やっぱ惜しい順に入る気がする。お前ら濃厚すぎる。この次のコーラをセットして今日のお仕事終わりですね。はい。ああ、セットされました。あ、若干さっきとね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、トッポッチここにあるんで。はい、じゃあ俺からですね、行きます。びっくりした、こっちの方が絶対いいかと思った。ポンポン行こう、回転率早めよ。よし、足がきついわ。お前ら全然喋らんやんけ。さっきチーズだけなんだって。ウキグチ、ウキグチ。何か瞬間に。わー、いや、今のは入ったもん。今ラインもあったもんな。はい、どうぞ。いきますよ。
よくないやつから抜けれんねんって。早く帰りたいと思ってるやつは最後に残る。そうそうそう、やべ、こんな気がする。めっちゃ早く帰りたい。キャップに当たったぞ。あ、あ、ごめんごめん。かっこよかったなぁ。うーん、やっぱこいつやっぱこいつ入れやったー、グーンの塊や。えぇー、早かよ。タイムのタイム20分でーす。出てる出てる。お前ら飲んどけ飲んどけ、ずっと飲んどけ。あ、痛い、やがってお前、やがってお前、やがってお前、いじめやじゃあ再開しますよ。はい、行きます。結構幅できたからね、投げやすくはなったわ。確かに。やってくる。おお、マジ本当はかかるわ、5、6時間とか平気で。いや、ほんまかかるよ。さあ、間もなく40分です。1時間経っちゃうよ、このままだと。1時間以内に決めたいな。どうぞ。もう恋なんてしないなんて、いやいやいや、絶対あヒロトが先に入る気がもうね、ボールコントローラー結構できてんねん。おぉーやったー、コントローラー結構できてんねん。おぉーやったー。あれよりむずいからな。むずいよ。ヒロトスのコーラ誰かに倒せる場で終わりますよ。ガチそのみたいな。やばい、2人目抜けてからマジで虚無の時間。虚無スパイラルです。ヒロトの帰りたい欲エグいだろ。集中したやつさ、マジ一生入らんって言ったんだよ。やばい、切れちゃう。お前が話しかけるから集中力が切れた。そしたらもうとっくに集中力が切れてんで。あぁすごいこれ。いや、俺もちろん勝つよ。で、場所を変えるとこれまた分かんなくなるね。しゃがんで、しゃがんで。いや、ほら、また加減が分かったんだ、手や。ほら、分かんなくなってる。マジで入りそうな感じしてる。マジで惜しい。あ、惜しい。なんかこれペットボトル。せーの。最後に残るのはどちらなのか。レディーゴー。はい。
うわまあ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 、一旦精神統一の意味も込めて休憩って大事ですから、ガチで。こっち見ながら投げんなって。でもガチャマン一気に一気に一気に。まもなく2時間です。ああ、もう無理かもしれない、この企画、俺もう。ガシするんちゃうこの。なんだよ。ガシはないよ。大したことなんだよ。どちらか完璧なんじゃない。ほら、決断しろと。ほら、だからこれなのよ、結局。いけんねんだから。気づくのすげえ。お前入れてたってことは。ダメだ、お疲れです。ダメだよ、ダメだよ。諦めないで。3時間51分でーす。でもちょっとまだ終わってないよ。
好きだな。うわー、いやーということで、大会なんで、私はまたこの企画やってもらいます。なんで聞いてないよ、それは。時代を変えるために今アクションやげよう。1,2,3,4,5 動画再生数急上昇。難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動。折れない心を持つのがマスト。エスポワールのインパクト。